こんにちは、緑川です。今日はね、ご覧の、模様なんですけれども、セーターをね編みたいと思います。はい、まずね使う毛糸をご紹介します。はい、こちらね、セリアさんで購入した憧れグラデーションという毛糸です。レトロシックなグラデーションが魅力、ソフトな肌触りでウェアなどにおすすめですと書いてあります。はい、私もね、初めて使用します。はい、憧れグラデーション、色の番号はね1番です。はい、それからアクリル 70%、 ポリエステル 30%、 25g で 64m です。かぎ針のおすすめは8号から10号。はい、そしてね、私こちらの毛糸2回にわたってね、購入できて14玉持っています。はい、14玉です。はい、2回に分けてね、はい、買い足すことができました。はい、紫系のね、とっても素敵なお色になります。そしてこちらがね、前もって編んだ片側のね身頃になります。こちらはね、4段で1つの模様になっています。はい、4段でね、1つの模様です。そして私はね、7回繰り返したから 28段編んだということになります。はい、そして、これね、この毛糸ね、こうちょっと動画撮ってみたらね、暗くてね、モヘアでよくわかりにくかったので、編み方はね、こちらの波太毛糸でね、はい、これからね編んでいきたいと思います。4段で1つの模様ということになります。はい、ではね、まず模様の編み方を説明をしていきます。憧れグラデーションもこちらの毛糸も、10号6ミリでね編んでいます。はい、ふんわりね編みたいので10号でね編んでいきます。身頃はね、まっすぐ四角い感じで編んでいくものになります。最初は鎖編みで作り目をしていきます。準備をします。はい、そしてふんわりね鎖編みをしていきます。今日の模様は6目単位ですね。6目で1模様だから6、6、6、6、6、6、6、6、6と編んでいって、最後にねプラス1目をします。プラス1目は往復編みをするために必要な目ということになりますね。はい、ではね、鎖編みをしていきます。6目単位で好きな幅になるまでということになります。はい、今ね6編みました。また次に6、また6、はい、また6。はい、私は6を4回編んで6、4、24になりました。そして最後にね必ず1目編んで、はい、ここまでが土台の目ということになりますね。ではね、土台の目にちょっと目印をつけます。一番最後に編んだ鎖編みのこのね、表で見えているこの2つ、はい、鎖編み、ここにね目印にマーカーをつけます。はい、そして編むときはね裏山に編んでいきます。はい、ではね、私はこのマーカーがついている一番端の目にね長編みを編んでいきますね。はい、もしくはね鎖編み3目でも大丈夫です。はい、まずね、長編みを編みます。マーカーをつけていた鎖編みのところの裏山に長編みを1目編みました。はい、
1目めにね、必ずマーカーをつけておきます。そして1目おきに長編みをしていきます。はい、ですから次はね、鎖編み1目したら隣をスキップしてここです。はい、一番端から数えると3番目の鎖編みの裏山に次の長編みですね、3番目です。はい、はい、このようにねなっていて、上にも鎖1目、ここの土台も1目スキップしています。はい、方眼編みということになりますね。鎖1をして1目スキップして長編み、鎖1目スキップして長編み、鎖1目スキップ長編み、鎖。はい、1目目からね長編みを編んで、このようにね綺麗に、1段目がねできてきています。ではね、この長編み鎖を繰り返していきますね。1目スキップ長編み鎖。はい、1段目だね、終わりのところです。土台があと2目あります。鎖1をして1目スキップ、端の目に長編み。はい、はい、1段目の編み方はねこのようになります。ではひっくり返して2段目です。はい、ではね1目長編みを編みますね。最初に長編みです。ここはね鎖編み3目で編んでももちろんね大丈夫です。なぜならここはね、身ごろの、左右の端になるので剥ぎ合わせをするところということになります。はい、それではね、2段目の編み方を、はい、説明していきます。まず今ね、1目目に長編みか鎖3目を編みました。そして次に鎖1をします。そして最初のこの隙間はスキップして2番目の隙間です。はい、2番目の隙間に V ステッチをします。長編み鎖長編み、そして鎖。はい、ここまででね6目ですね。1、2、3、4、5、6、長編み鎖長編み鎖長編み鎖と6目になっています。これでね一模様になります。これをね繰り返していきます。はい、次はここになりますが、右から数えると1、2、3、4番目の長編みということになりますね。はい、ここに長編み鎖、隙間を一つスキップして隣に V ステッチ、長編み鎖、同じところに長編み鎖。はい、ここまででね12番目の目まで編んだということになりますね。この長編みが1としたら、この長編みが1です。ここも1、2、3、4、5、6、6目一模様なので、このようになりますね。はい、ではね、編んでいきますね。この長編みをスキップして、次の長編みに長編み。この隙間は3個でね、一模様になっています。鎖1をして2番目の隙間に長編み鎖、同じところに長編み鎖。はい、次の長編み、はい、ここではなくその左側ですね。はい、長編み鎖、3個単位で考えて真ん中の隙間に長編み鎖長編み鎖。はい、そして最後はマーカーのところに針を入れ長編み
2段目の編み方はこのようになります。はい、おさらいしていきましょう。このようにね、この長編みで模様が一つずつあって、1、2、3、4個の模様がありますね。この長編みから1、2、3、4、5、6で一模様。ここから1、2、3、4、5、6で一模様。1、2、3、4、5、6で一模様。1、2、3、4、5、6で一模様。そして、土台の時に一目プラスした分がここということになります。はい。6目、6目、6目、6目で、このね、隙間は3個で一つの模様ですね。3個で一つの模様。1、2、3個で一つの模様。1、2、3個で一つの模様。1、2、3個で一つの模様。はい。ということになります。それではね、3段目の編み方をしていきます。まず最初は、はい、鎖編み3目、もしくは長編みで立ち上がります。はい、そしてね、ここから編み方がまたね、変わります。3段目の編み方をします。まず、1つ目は鎖編み3目か長編みで編みました。次はね、この V ステッチの中に、長編み2目の玉編み、鎖1を編んでいきますね。ここの中に編んでいきます。長編みの途中を1回、長編みの途中を2回、糸が3本になっています。かけて引き抜きます。そして鎖1。まだね、編んでいきます。長編みの途中、長編みの途中、糸が3本になったらかけて引き抜いて鎖、もう1回玉編みをします。はい、ここまででね、6目になっています。最初の長編みがあって、長編み、玉編み、鎖、玉編み、鎖、玉編み、1、2、3、4、5、6。ここまでで6目、一模様になりました。はい、次はね、鎖編みを一目、一番目になりますね。鎖1をして、次の V ステッチのところに先ほどと同じ玉編みをします。これがね、模様の一番です。そして玉編みをしていきます。先ほどとね、同じです。鎖。はい、玉編みがね、3つになったら鎖1をして次の V ステッチに進みます。はい、同じことをね、繰り返していきます。はい、玉編みが3つになったら鎖1、次の V ステッチにまた玉編みのパートを編んでいきますね。はい、玉編みが3つになったら、ここは最後はマーカーのところに長編み1をします。はい、編み始めと編み終わりは左右対称の見た目になりますね。おさらいしていきましょう。はい、4つの模様がありますね。はい、玉編み、鎖、玉編み、鎖、玉編みとなっていて、間には鎖編みが1目ずつありますね。そして左右は玉編みのすぐ右には最初の長編みがあるし、一番最後の玉編みの左には長編みがあります。こことここは左右対称です。はい。3段目の編み方はね、このようになります。V ステッチの中にね、玉編みのパートを編みました。そしてここはね、
模様と模様の間は鎖編みをしています。はい、繰り返して4段目です。4段目もね、最初はまず鎖編み3目か、長編みで立ち上がりの目を編みますね。はい、まずは1目目。そして4段目はね、1段目と同じようにね、1目置き方眼編みをしていきます。まず鎖編みをしますね。そして次に針を入れるのは玉編みと玉編みの隙間、はい、鎖のところです。長編み、鎖、玉編みと玉編みの間に割り込んで、長編み、鎖、次は鎖1で空いているところに側に長編み、鎖、はい、はい、また同じです。玉編みの間に側に取って、長編み、鎖、玉編みの間に針を入れ、長編み、鎖、鎖1の隙間、大きなところに長編み、鎖、はい、繰り返していきますね。そして最後は一番端のマーカーのところに長編みです。ここもね、編み始めと同じ鏡合わせになっていますね。はい、4段目の編み方は方眼編みになっていて、長編み、鎖をずっと繰り返してきました。1段目とね、同じ見た目になります。ここまでがね、一つの模様ということになります。ではね、次に進みます。次のね、4段の繰り返しを編んでいきますね。はい、そして、1段目はこれと同じだから、またね、方眼編みを編みますね。はい、この段も方眼編みということになります。前に習って編んでいきます。1段目のね、編み方が終わりました。ではね、次は2段目の編み方です。 V ステッチがあるところになりますね。はい、おさらいでご覧になってってください。はい、はい、ではね、始めます。3つのこのね、ブロックの単位で考えていきますね。鎖1をして、真ん中のところ、はい、ここに V ステッチ、鎖、そして鎖編み、はい、ここまでが一つでしたね。そして3つで一模様だから、ここに長編みです。鎖、次の隙間に、はい、次の次ですね、はい、3つで1つの模様だから、ここに長編み、鎖、はい、3つで考えて、真ん中のところに V ステッチ、はい、残り3つになっていますね。鎖をして、
真ん中のところに V ステッチ、鎖、一番端のところに長編み、はい、2段目を編みました。この2段目とね全く同じです。このねブロック3個は6目ですね。で一模様になっています。常にね、はい、6目単位で考えます。ではね、次の段は7段目になりますが、7段目は3段目と同じですね。では編んでいきます。そしてすぐ V ステッチに入って玉編みをしていきますね。鎖、玉編みが3回になるまで編みます。はい、玉編みが3つになったら間鎖1で次の V ステッチに進んでまた玉編みを編んでいきますね。はい、同じことをやっています。最後ですね。はい、玉編みができたら最後マーカーがあったところに長編みを1つ、はい、7段目は3段目とね全く同じです。気をつけるのはね、この左右の端と真ん中のこのつなぎ目は鎖1で、左右だけは長編みということになりますね。はい、ではね、8段目を編んでいきます。8段目は最初の4段目と同じです。方眼編みをしていきますね。はい、長編み鎖1をして、次は玉編みの間に割り込んで、長編み鎖、玉編みの間に割り込んで、長編み鎖、鎖1の大きな隙間に長編み鎖と編んでいきます。最後はマーカーのところに長編み。これでね、8段目ができました。4段1模様になっていて、今ね、4段4段とね、8段目まで繰り返しました。全くね、同じように編んでみました。はい、ではね、表に返します。はい。これがね、一番最初のマーカーでしたから、こちらがね、表で、この玉編みのパートが表向きの面を身頃のね、表といたします。はい。1234、1234。このようにね、編んで、身頃や袖をね、はい、作っていきたいと思います。はい。それではね、いつものようにイラストで説明していきます。はい。今日はね、ゆるっと着たい憧れグラデーションのセーターとなります。はい、憧れグラデーション以外でもね、お好きな毛糸で編むことができますので、はい、お好きなね、毛糸を選んでいただければと思います。はい、そして私は今日はね、かぎ針は15、6ミリを使っています。はい、そして、身頃なんですけれども、
段数や目数はお好みになりますが、6目が単位かける何模様プラス1。そして今日の私はかけ13模様ですね、足す1はになりました。 6×13 は78、足す1は79。はい、私は79名ということになりますね。79名です。はい、そしてここが私は79名となりました。はい、そしてこちらのね、段数は、7回だったから28段模様としては4段で1模様、4段単位で編んでいったから 4×7 で28段になりました。はい、そして、身ごろね、はい、同じものをね2枚編みます。はい、そして肩をね剥ぎ合わせをします。はい、剥ぎ合わせをしたら身ごろから拾い目をして、袖を編みたいと思いますね。はい、まあね、こちらが仮に前としたらこっちが後ろとしますね。はい、そして拾い目をする場合はこのね好みの幅を設定して、はい、ここからまたこちら向きに編んでいきます。身ごろは下から、はい、このようなね四角を組み合わせた簡単な、セーターになっておりますね。構造が大変シンプルです。襟はねボートネックのようになりますね。それから、袖の長さもねお好みです。七分袖にしたい、五分袖ぐらいがいい、手首までのね、お好きなところまで編むことができますので、まずはね、この身ごろを2枚同じものを編んで、そして肩をね、剥ぎ合わせるということになります。はい。ルールはね、こちらに書いております。6目の1模様。で、必ずね、折り返しのために1目入ります。私の目数はこのようになっています。それからサイズをね、測ってみますね。はい。私のサイズを測ってみます。大変伸縮しますのでおよそということになります。63センチ、およそ63センチになっています。こちらは59センチになっています。それから、身ごろは4玉弱でしたね。4玉弱。4玉で少しね、残りました。はい。で、4玉4玉で、袖に3玉3玉で、私は14玉持っているので、4玉4玉3玉3玉ぐらいの目安でね、編みたいと思っております。はい。目数や、段数などね、お好みに設定できます。ルールはね、これ、これ、これ、ということになります。はい、それではね、肩の剥ぎ合わせをしていきます。こちらがね、片側の身ごろで、ここが最終段になります。表か裏か見分けるときは、この玉編みが表です。玉編みの目をよく見ていただいて、玉
玉編みが表。はい、3段目ですね。奇数段、1、3の奇数段がね、表向きを表といたしますので、このようになります。はい。そして、中表に合わせますから、はい、こちらもね、もう一つの身頃を中表に重ねるので、よくね、身頃を見ていただいて、中表に合わせたいから、こちら側はこの、玉編みのパートが裏向き、最終段が表向きになっていますね。はい、このようにね、なります。こちらが身頃としては裏、裏、表、表、表の目印は玉編みの目が表であることになります。はい、そしてこのようにね、肩の部分を合わせて、ここをね、剥ぎ合わせをしていきます。そして、まずね、真ん中を割り出しますね。はい、私の真ん中はここになります。はい、身頃のね、真ん中です。そして、ここからね、襟をどれぐらい開けたいかを決めて印をね、つけますね。私の頭周り56センチだから半分がね28センチです。はい。半分が28センチだから14ぐらい。毛糸伸びるのでね、これより少し小さくても全然いいと思います。長編みの目数で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8。中心から8番目にね、マーカーをつけました。はい。これはね、お好みになりますけれども。はい。左右対称の同じところにね、マーカーをつけておきます。はい。改めてね、測ります。およそ24センチのところにね、印をつけました。はい。ね、開き口を24センチにしています。はい。ではね、この左右を塗っていきますね。はい。そして、編み終わりにね、残していた糸にとじ針をつけて、塗っていきます。縫い方はね、お好きな縫い方で大丈夫です。はい。とてもね、見にくいんですけれども、はい。私は、この最終段の長編みの頭がありますけれども、内側半目ずつをね、縫いたいと思います。はい。で、このね、1目めにマーカーつけていたので分かりやすいんですが、このね、内側の半目、ここも内側の半目です。そして2番目の鎖編み同士、これね、毛糸ちょっと動画ではね、分かりにくいと思うんですが、長編みの頭の半目同士、はい、手前側半目同士、そして鎖編みの半目同士、はい、このようにねやっていきたいと思います。長編みの半目同士、鎖編みの半目同士、長編みの半目同士、鎖編みの半目同士、同じ模様ですので、同じタイミングでね、
剥ぎ合わせをしていきます。ではね、この辺りまでやっていきますね。はい、最後ね、マーカーをつけたところもね、塗っておきます。はい、そして最後は伸び止めのためにもう一回糸を通して丈夫にしておきますね。はい、そうしましたら今まで塗ってきたところに返し縫いをして始末をします。はい、ではね、反対側も同じようにね、編み地の最後にね、少し糸を残しておきました。少しってどれぐらい、50センチくらいですね。そして同じようにね、ここのマーカーのところまで縫っていきますね。はい、肩のね、剥ぎ合わせが終わったところです。はい、糸始末もね、終わりました。ではね、表に返してみますね。このようにね、長編みがこう頭同士がね、ぴったり合っているかなと思いますね。はい、こちらもね、同じです。はい、ではね、全体を見てみましょう。とってはね、ふわふわでね、こう弾力性があってね、大変気持ちいいですね。はい、ここのところちょっとね、開けてみますけれども。はい、このところがね、頭の入り口になります。はい、そして、このようなね、見た目になっております。とってもね、気持ちいい感じにできてきております。はい、そしてね、本日はね、ここまでとさせていただきます。次回はね、袖の広い目をして、そして、袖から脇を剥ぎ合わせし、襟の縁編みを、一段という風に考えております。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。今日のこのセーター編んでみようかなと思っていただきましたら、ぜひ高評価いいねボタンをお願いいたします。またリカチャンネル編み学部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の後編でお会いしましょう。みどり川でした。はい、肩をね、剥ぎ合わせた段階で女子マネさんに羽織っていただきました。ベストが欲しいなっていう方はね、この段階でもうね、脇を閉じていくのもいいかなと思います。はい、とってもね、この綺麗なお色になっております。着丈もね、十分長めにいたしました。はい、そして、今はまだね、肩だけなので、はい、脇はね、履いておりますが、もしね、ベストがいい方は、開き口をご自分で設定して脇下を閉じていただければね、いいかなと思います。襟元はね、伸び止めをしたいので、細編みをね、編んでいきたいと考えています。ぜひね、お手持ちの毛糸で編んでみてください。